限定解除しちゃおうって感じです。可愛く言って、ガンガン教えていきますね。YouTube にもコンプライアンスありますからね。熱血久保塾。似てないぞそれ。始まりました。久保さん。始まったの。始まりました。始まったんだ。はい。というわけでですね、今回は、はい、レーシングドライバーの久保凛太郎選手と一緒にお届けをしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ですね、はい、我々群祭に来ておりましてですね、はい、実は今日番組の収録で、はい、声優の夏目ひなさんにお越しいただいているわけなんですけれども、はいはい、ですね、今日女子自動車部の企画をですね、はいはい、実は撮影をしていたんですが、夏目さんまだマニュアルの免許を持ってないそうで、まだちょっとマニュアルの発信がさっきできなくて、こう土屋さんテリーさんに怒られてましてですね、ちょっと裏から見てました、はい、なので今回はそんな夏目さんをぜひ久保さんに指導していただきたいということでしたので、はい、限定解除しちゃおうって感じです。可愛く言って、わかりました、やってみましょう。雑だな雑だな、はい、というわけで今日は夏目さんにその発信の仕方をですね、はい、久保さん流でぜひレッスンを、はい、していただければと思います。大丈夫かな、これ YouTube ですよね、企画的には。あ、いや地上波とかはそういうの大丈夫。何しようとしてるんですか。久保さん流でね、はい、久保さん流で厳しく、コンプライアンスないならもうガンガン教えていきますんで。YouTube にもコンプライアンスありますから、ね、気をつけてくださいね。ガイドラインってやつね、はい、ガイドラインに沿っていただいて、ね、はい、気をつけます。はい、というわけでやっていきたいと思います。はい、お願いします。久保さん、まずは、はい、発信の手順から、はい、いやでも、はい、僕そのさっき撮影のその発信のシーンを見てたんですけど、うん、ギリギリできそうだったの。ギリギリね。でも発信はできなかった。でも多分あれもうちょっとやったら発信できそうなんで、もう行きましょう。あ、多分できると思うから、もうちょっと、もう目指せ限定解除、目指せ限定解除、はいはい、もう間もなくです。でも皆さんまだ限定解除迷ってる人もきっと世の中には多数いらっしゃるわけで、はいはいはい、久保さんなりにそのマニュアルの発信のコツみたいなのってあるんですか。ああ、なるほど。クラッチ踏んでギア入れて、で発信の時にね、こうエンストしちゃうとか、どれぐらいやったらいいか分かんないみたいな人いますけど、もうちょっとでもいいからアクセルに足ちょっとだけ乗せて、回転がそのアイドリングというこうボーってなってるところから、うん、ちょっとでもこう回転が上がれば、うん、もう発信は基本的にはできる。はい、あとはそのクラッチをゆっくり離すっていう作業がちょっとみんな苦労しちゃうところだと思うんで、そのクラッチをゆっくり離すっていうとこだけに集中すれば発進はね、意外とできます。だいたい3000回転ぐらいまでまず回転数上げて、そこキープして、あとはもうクラッチっていうところだと思うので、もうすぐやって、2足入れて1周ぐらいしてみようよ。チャカチャカチャカって。絶対そんなにいかない。チャカチャカチャカってなかなか言わないんで、チャカチャカやりましょう。はい、チャカチャカね、行きたいと思います。はい、まずそのマニュアルの、車乗るときにシートポジションっていうのがあります。シートポジション、はい、自分が椅子座ってる位置が本当に正しいのかなっていうのを判断するときは、左足でクラッチ踏むと思うんですけど、一番奥まで踏んだときに足が伸びきらない。伸びきらない。あ、今どうですか、ちょっと伸びきってる、大丈夫、ちょっと伸びきって、そしたら椅子をもう一個だけ前にしてあげた方が、でもう一回クラッチしてください。どうですか、変わんないかも。あ、いや変わってると思うよ。はい、あ、もう一回変わんない。あ、そんなに変わらない。もう一回行ってみる。はい、あ、じゃあ限界だね多分今のは。まあ本来はちょっとクラッチをなるべく、奥まで踏んだ時に、まあ、足がピーンってならなきゃいいので、まあちょっと膝が曲がってくれたから対処大丈夫だと思います。まあ、あとはもう発進すればいけると思うので、はい、ではクラッチ踏んで、はい、まずニュートラルは OK なので、はい、ブレーキ踏んでエンジンかけてください。こっちは前に回す。そうだね。おい、ありがとう。はい、そしたら、まず一回練習でアクセルちょっとだけ踏んで回転を上げます。あ、いいね。おお、そこキープ。もう一回。OK。覚えて。こんぐらい。こんぐらい。もう一回。2000から。こんぐらい。で、今ではギア入ってないから、もう一回アクセルブーってやって、どれぐらいでいいからゆっくり左足を離してみて、そのまま。今はね、動かないから大丈夫。で、左足離す。おー。で、やったらもう多分今頃走り出してるから。なるほど。じゃあ、やってみよっか。はい。じゃあ、アクセル離します。ギアを1に入れるので、はい。左の前に入れます。OK。で、サイドブレーキを下ろします。OK。では、いいかな？いいかな？カメラいいかな？いきます。正規の瞬間よ。じゃあ行きましょう。はい、まずはアクセルを上げます。
オッケー、それぐらい、もうちょっと。はい、で、ゆっくり左つなぐ。アクセルは多くてもいいよ。アクセル多くてもいい。そのまま、そのまま。オッケー、そのまま。もうちょいアクセル乗せてみ。左、左、左。いけるね。おー、運転できてる。動いてるよ。運転できてる、私。動いてるよ。動いてるよ。おー、すごい。動いてるよ。私、運転できた。寒い。私運転できてる。楽しい？すごいです、私。私すごい。私すごい。前見てね。前だけは見てね。すごい。なんか。はい、じゃあブレーキにゆっくり踏んで。はい、オッケー、ブレーキ離していいよ。でアクセルちょっと踏む。はいはい、いいよ。私すごい。私すごい、できてる。いけてるよ。いけてる。あれ、運転できるぞ私。そうだよ。だから、マニュアルもそのギアっていうのがあるけど、うん、基本的にはオートマと一緒で、動き出しちゃったらオートマと一緒だから、うんうんうん、って感じ。あー、楽しい。でね、もう一個その走る時のコツとしては、はい、ハンドルはそうやってね、シュルシュル離さない。ここ今持ったらここだけ。で、こういう風に、そうそうそう。あとね、もう一個言うと、ちょっと肩に力入りすぎる。前のめりだ。そうそうそう、ちょっと落ち着いて。いい感じよ。もうちょっと。あとコーナー1個右に曲がったらゴールだ。いや、開けてる。ちょっとずつよ。ちょっとずつよ。もっと切って、もっと切って、もっと切って。オッケー、前戻す。今持ってるとこ違う。あ、どこだ。大丈夫、そこ、そこでいい、そこでいい、そこでいい。ここ持ってばいい。まっすぐよ。いいよ。もうちょっとでゴールだ。で、止まるときはクラッチを切ります。クラッチ切る、踏む、クラッチを踏む、踏んでギアを戻してブレーキーで、もうちょい、もうちょい。あ、今ね、もうクラッチ切っちゃったから進みません。この辺で止まっていいですか。いいよ。で、サイドブレーキを引く。サイドブレーキ引く。おしまい。おー、イエーイ。できたー、できたー、できた。あ、できたぞ。久保さん、これは先生のおかげですか、それとも夏目さんのおかげ。あ、これはもうね、うん、夏目さんのおかげです。ちょっと忖度された。はい、というわけでなんと無事に一発目で成功ですよ、はい、久保さん。できちゃった。これテイク2とかじゃないですか、ね、ガチですからね、これね。ガチンコですよ、はい、寒かった。何よりもね、やっぱ窓を開けてスタートしたでしょ。でもう窓を閉めてって言えないぐらいあのほぼ発狂してたんですよ。めちゃくちゃね、こっちまで聞こえるんですよ、奥いるので、はい、だから窓閉めてって言えないからめちゃくちゃ寒かったんだけど、寒かったってことは風を感じたってことだね。そうですね、走れたってことです、うん、寒かった、はい、寒かった。でもどうですか、その初めてこうね、マニュアルを乗る方に教えるっていう経験だったんじゃないですか。でもそのマニュアルも動き出してしまえば、別に車っていうものを運転するところに関しては別にオートマもマニュアルも関係ないの。そのギアが変わるってところに少しペダルが1個多かったり、もう1個操作が多いけれども、はい、運転をするってところに関してはアクセルとブレーキを使うんで、そこはもう走り出してればね、免許もあるから全然普通に乗ってくれたし、ね、楽しかったですね。楽しかったです、うん。次のステップも考えないといけないですね。次はもうすぐそこにあるよ、次のステップ。2速に入れるよ。今は1のみだからね。はい、この雪の運転っていうのはどうでしたか。雪の、でもなんかあんまり、まあ、そんなスピードも出てなかったんで、そこまでなんか、まあ、あ、たまにちょっと、あ、持ってかれそうになるかもってぐらいだったんですけど、うん、そんなにやっぱ心強かったです、隣にいてくださって。何もしてない。先生大絶賛されてますよ。ありがとうございます。まあね、一発で発進できてるからね、うん、僕のおかげもちょっとあると思います、はい、さあ、というわけでですね、第2回があるとすれば一体何を教えるんでしょうか。皆さんぜひ期待をしていただければと思います。夏目さん、久保さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか、はい、はい。この度アヘッドモーターサービスでは、一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めて、いろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい。まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか、一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして、手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。そしてそしてブレスと、ブレス、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。